中居正広の土曜日な会という番組に出演させていただきました。まさかスマップに小暮さんって言われる日が来るなんて、そんな世界線が俺の人生であるなんてと思ったよね。なかなかない貴重な機会ですよね。相当貴重な機会ですよ。入り時というところです。さあ、皆さん見ていただけましたかね。中居正広の土曜日な会という番組に出演させていただきました。しかも今回は20分間ですね。20分間にわたってリユースについて話をさせていただいたと、大変ありがたい機会をいただきました。20分間、結構長尺で出演されてましたもんね。それだけリユースが注目されてるってことなんですかね。業界はすごい盛り上がってますから。売る時で月に100万円以上の利益が出てる買取店が増えてきてます。今なら買取集客の成功と失敗の事例集を無料でプレゼント。詳しくはコメント欄から。専門家とポジションとして今回出演されてると思うんですけど、前で言うと初耳学さんとか、まあ、ちょっと前で言うとジップさんの連続で取り上げられたとか、だいぶ出演の機会みたいなのが増えてきましたよね。リユースの回が放送されると解説者みたいな感じで呼んでいただける機会が増えて、まあ、おそらく原稿者さんから出させてもらったらリユース革命っていう本とか、やっぱこう YouTube とかでリユースのことをずっと発信し続けているので、まあそういったところが番組のスタッフさんたちに目に留まったりとかして呼んでもらってるんじゃないかなとは思ってます。今回呼んでもらって急だったじゃないですか。それでもしっかりと内容が固まっていて、打ち合わせとかやっていった感じだったんですかね。まあ、テレビだけに限らず、なんかこういうね、メディアのパワーは急なものなんだけども、事前にある程度叩き台作っていただいてるんで、制作スタッフの方々に骨組みはできてるって感じなんで、私が持ってる知識とか、そういったものをこう肉付けしていくみたいな感じですね。そんな中で、特にここは伝えたいと思って、打ち合わせで入れ込ませてもらってるのとかあったりするんですか？今回の中居さんの番組で嬉しかったなと思うのは、大体この手の番組とか雑誌の企画とかって、主婦層とかに向けた、そのしっぽい生活術みたいなところに注目されがちなのね。どういう商品が高く売れるのかとか、いつがまさに売り時なのかとかさ、あとはどういうことをやるともっと高く売れるのかみたいな、お金に関する話がメインになりがちなんだよ。当然そういう側面も番組放送内でたくさんあったんだけど、結構そのスタッフの方が、リユースはその CO2 削減にもなるし、SDGs という流れに沿ってね、もっとその地球を良くしていくものだと、お財布だけじゃなくて地球にとっても優しい活動なんですよっていうことを、事前のね、打ち合わせとかでもいろいろお話をさせてもらってたら、そういう企画にしたいとか、お金だけじゃなくてエコな取り組みなんだよとか、地球にもいいんだよみたいなところの側面をもっと訴えかけたいって同じようにそう思ってくれるスタッフの方々だったから、台本にも元からねそういうところが入ってたんだけど、そこをさらにね強調するような振り上げられ方になったんで、リユースにもう塾にいるものとしては非常にもありがたい番組だったなと、ありがたいなんか出演の仕方をさせてもらえたなと思ってます。まあ、個人的に印象的だったなっていうところが、 SDGs の部分とかももちろんそうなんですけど、劇団ひとりさんとかが捨てちゃったら本来は金取ってたけど、売れば少しだったとしても必ずプラスになるみたいなところはかなり印象的でした。まあ、当然物によるんだけど、ね、物によるんだけど、廃棄処分するだけでもお金がかかるようなものも家の中にはたくさんあるわけで、本来お金を出さなくちゃいけないところを、もうただで引き取ってもらえるだけでもありがたくて、プラスアルファでしかもお金がもらえるんだったら、こんないことはないよね、みたいな、そういう近いようなことをね、やっぱ言ってもらえて、劇団ひとりさんとかさ、中居正広さんとか、有名な方、中居正広さんなんてね、国民的大スターじゃん。劇団ひとりさんだって一流お笑い芸人じゃんか。まあ、そういうような方々に、リユースの魅力をなんか代弁してもらえたような感じがして、私としても非常に嬉しかったですね。ちなみに、中居さんとか、劇団ひとりさんにお会いして、収録外とかに、何かお話しされたんですか？初耳学の時にね、ブラマヨの小杉さんにも同じようないじりをされたんだけど、バンドやってますよねみたいないじりはあったね。されてました、ね。会った瞬間、中居さんには言われたね。まあ、バンドやってたでしょみたいな。はい、やってました。つって。意外と、あれでしょ、ビジュアル系バンドとかよりも、ウルフルズとか好きなタイプでしょって言われて、あ、おっしゃる通りです、みたいな、ね。そういうくだりはあったね。撮影の間って緊張とかしますか？緊張するよ。すごい堂々として、あんまりそうは見えなかった。いや、緊張する。だってさ、さっき見た通り、大スターたちが目の前にいてさ、中居さんもいらっしゃるし、劇団ひとりさんもいらっしゃるし、あと、元 AKB の横浜さんもいらっしゃいますしね、普段テレビで見るような方々ばっかりなわけだから、これは緊張するしさ、あと台本だって、収録のほんと直前までね、細かいところ、微修正みたいなのがずっとあり続けたじゃん。で、それにも増して、収録中、アドリブもたくさんあってさ、中居正広さんに、小暮さんって言われたわけだからさ、それドキッとするよね。まさか、スマップに小暮さんって言われる日が来るなんて、そんな世界線が俺の人生であるなんてと思ったよね。なかなかない貴重な機会ですね。相当貴重な機会ですよ。実際僕もその場にいたんですけど、アドリブの部分結構多くあったなと思って、ポンポンと出てきてたんですけど。頭の回転が早かったですねって言ってくれたね。まあでもリユースに関する話だからね、もっともっと話したいこといっぱいあるからさ、話したいことをやっぱ台本にしてコンパクトにまとめてくれてるわけだから、それ以外でもね、本来だったら話したいこといっぱいあるからね、リユースのことだから話せたっていう感じで、むしろなんかバンドやってたとかそういうなんかパーソナルの話の方がドキマキしちゃうよね。今回結構反応すごかったな。毎回ね、テレビ出させてもらうと見ましたよとかね、いろいろ DM いただいたりとかもするんですが、今回はやっぱりね、中居正広さんの番組に出て、中居正広さんと絡みがあったということで、そこの反応がすごかったですね。中居正広さんと話してるみたいな、そっちの反応だったね。昔からの知り合いとかも、中居君と話してるみたいな、そんな信じられないみたいな。
テレビ出たすごいじゃなくて、中井くんと話してるすごいみたいな、そっちの反応だったね。まあ、小暮さんも中井さんも神奈川生まれですしね。全然関係ないね。全然関係ない。ずっとリアクション間違っていくからね、さっきから。はい、すいません。売り時では一緒にリユースプラットフォームを作ってくれる仲間を全ポジション積極的に募集しております。カジュアル面談も行っておりますので、少しでもご興味のある方は、まずはお気軽にご連絡ください。詳しくは概要欄から。こうやって、まあ、たびたび取り上げてもらったりとか、リリースを広げる機会があって、うん、これからもどん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 リリースが広がっていくといいですね。本当にその通りですね。SNS で広がれリリースって言い続けてますけど、こうやっていろんな番組を通じてね、本当にリリースが広がっていけばいいなと思ってます。これからもそういうリリースに関する番組や雑誌や新聞、何かメディアのインタビューがあればですね、これを見ていただいている方いらっしゃれば、声掛けいただければ何でも協力させてもらいたいと思います。ということで、今回は中井正広さんの番組、読んでいただきまして誠にありがとうございました。ではまた。